仕方ない。みんなもう戻って休んでいいぞ。今日の写真の授業はまた今度行う。どうしたんだジューザー。ああ北斗姉さん、実は写真授業の先生がどうやら体調不良で今日は来れそうにないんだ。そういうことか。運が悪いな。ほう、意外と博識なんだな。それならみんなのために今日は写真の先生になってもらえないか。なるほど、もともと来るはずだった先生も急な連絡だったから他の授業を準備する余裕がなかったんだ。このままだと今日一日が無駄になっちまうし、旅人が先生になってくれるんならこちらとしてもありがたい。どうだ、やってくれるか。さすが話がわかる。ジューザー、みんなを呼んできてくれ。新しい写真の先生を紹介するぞ。了解っす姉さん。これで全員集まったな。では先生、授業を始めてもらおう。なんだ。問題ない、いろいろと準備をしてあるみたいだし、撮りたい相手も決まってるんだろ。誰が希望だ。あ、私か。まあ構わないが、あっちを見てみろ。今日の古雲閣の景色は大したもんだ。記念に写真を撮っておくのもいいんじゃないか。代わりに古雲閣の写真を撮ることにしないか。私は撮らなくてもいいだろう。北斗姉さん、忘れちまったのか。この前次の写真の授業で人物の撮り方について学ぼうって決めたじゃないか。初めのうちは風景も新鮮に見えるが、時間が経つにつれて単調になっていく。人物を撮る技術を身につければ、身近な誰かの人生を記録することができて、みんなの退屈しのぎにもなる。これは北斗姉さんが言ったことだったかと。そんなこと言ってたか。私は記憶にないが。そうだ、海星はどうだ。彼女なら見栄えがいいと思うぞ。それから不要千木古月も悪くないだろう。北斗姉さん、それはないよ。うちはともかく古月まで巻き込むつもりなの。人になすりつけるなんて、いつもの北斗姉さんらしくないよ。北斗姉さんはうちらの姉さんでしょ。北斗姉さんが一番ふさわしいよ。そうだぞ、旅人を先生に任命したのは姉さんだろう。こいつの要望に応えるのが筋ってもんだ。それに姉さんはまだ写真を撮ったことないだろう。一枚くらいあってもいいはずだ。最高にかっこよくて威厳のある一枚がな。全員募集の宣伝にも使えるし。あんたらな。までそういうのならいいだろう。私もみんなをがっかりさせたくないからな。さて、それでどうしたらいいんだ旅人先生。こうか。はっ、まさか写真を撮られたことはないが、これ式のこと。そう、きっと光のせいだ。あんたの見間違いだ。そんなことは言ってない。場所を変えるのか。撮り終わった写真を持って帰ってみんなを指導すると。俺はいいと思うぞ。みんなもそう思うだろう。まあ確かに光の問題はあるかもしれない。だがまず先にあんたの考えを聞かせてくれ。もし本当にいい場所があるんなら考えてやらなくもない。あ、それと念のために言っておくが、必ずしも同意するわけじゃないからな。やはり場所を見てからでないと。防除旅館の近くにある小さな漁村か。
あそこにはもう誰もいないはずだが、地図にも載っていないような小さな村をなぜ知ってるんだ？そんな細かなことまで覚えてるとは意外と几帳面なんだな。確かに一時期住んでいた。あそこの話を聞いたらなんだか行きたくなってきたな。よし、行こう。この機会に古巣を訪ねてみるとするか。昔と比べてかなり廃れたな。かつては十数世帯しかない小さな、そして目立たない村だった。今残っている数軒の廃屋もいつまで持つかわからない。別に驚くような事件が起きたわけじゃない。ただほんの些細な出来事が重なり、人々は離れていったんだ。私と一緒に村の中を見て回らないか。かつてこの場所は下川と呼ばれていた。なぜならここの人々は最初上川ってところから移住してきたからだ。そしてここには代々受け継がれてきた釣りの技術があった。私もいろいろと学ばせてもらったよ。今ではもう上川はなくなり、下川もだいぶ変わってしまった。ここの名前を覚えている者もほとんどいないだろう。中へ中掲示板のこの名前ですらもう思い出せない。あ、確かに私がここに来たのはまだ 5,6 歳の頃だった。あの頃は帰る家がなく、あちこちさまよっていた。ようやく半分の米まんじゅうにありつけても飛び出してきた野良犬に奪われるなんてこともあった。ただあの頃の私にとって米まんじゅうはそう簡単に手放せるものじゃなくてな。だから私は追いかけてここにたどり着いたんだ。何人かの漁師が私に気づき声をかけてくれた。そして食料を分けてくれたよ。私が泊まるのを見るとその犬も泊まった。疲れ果てたのか、それともあまりにも飢えていたのか、止まった途端倒れて二度と立ち上がらなくなった。私が見に行くとその犬はまだ米まんじゅうを口にくわえていた。死んでも離さなかったんだ。まったく食い意地の張ったやつだよ。あんなに弱ってるって知ってたら米まんじゅうくらいくれてやったのに。私は汚かったし犬と食べ物を奪い合ってた。その上犬を追いかけて死なせもしたしな。おそらく村人には嫌われてただろう。それでも運は私に味方してくれた。当時ここの村長が私を不憫に思い引き取ってくれたんだ。あんた北斗ってどういう意味か知ってるか。ついてきな。歩きながら話してやる。私がここに来てから1、2年後の冬、村長が不幸にもたちの悪い風にかかってそのままこの世を去った。その頃村の収穫も落ち込んでいて、取れる魚が日に日に少なくなっていてな。村長がいなくなると村人たちは仲が悪くなり、誰々が小魚を奪っただのデマを流すようになった。最終的になぜか私が罪に問われた。最初から引き取るべきじゃなかったと、私の存在こそが不幸をもたらすだなんて言われてな。
私がここに来た初日、犬を死なせた。そしてそれから村長を死なせ、ここ一帯の魚を全て死なせた。私が村を滅ぼした疫病神ってわけさ。私には理解できなかった。自分は疫病神じゃなく北斗だということを何度も訴えたよ。すると何人かの村人が大声で怒鳴りながら私を村から追い出した。その時村人たちがこう叫んでいた。なんとは生命の兆し、北斗は死の兆しだってな。それまでは自分の名前が空にあるただの星だってことしか知らなかった。その星が市長生だと知ったのはその後のことだ。着いたぞ。ここがかつて村長の家だったとこだ。自分の引き取った少女が後になって村を滅ぼす疫病神だとみんなに思われるようになるとは、あの人も想像していなかっただろうな。ん？他には？そして稲妻にたどり着くと、あの雷神様も神の心をなくした。そうだろ？規模で言うとあんたの方がすごいみたいだな。あんたの言いたいことは分かってる。私は疫病神じゃないって言いたいんだろ。その優しさありがたく受け取ろう。そして忘れないでほしい。海を制する者に無能な者などいないと。嵐で倒れる者は弱き鳥だということを。私は北斗、足を取られ歩みを止めたことなど一度たりともない。ところであんたはこれからも旅を続けるんだろ。世界は広い。この先どんな出会いが待っているかは誰にも分かりはしない。もしいつかそんなくだらないことであんたを責める奴がいたら、私も共にそれを受け止めよう。忘れないでくれ。あんたがどこにいようとも南十字の北斗が力になることを。疫病神が疫病神を守る？余計不安に感じるが、私は好きだ。あんたみたいな友人がいて、私は運に恵まれてるな。さ、そろそろ本題に入ろうか、写真の先生。時間を無駄にするな。私の気分がいいうちに撮ってくれ。早くしないと気が変わっちまうかもしれない。で、どんなポーズを撮ってほしい？はあ？あんたってやつは何考えてんだ。撮影を続けるかどうか少し考えさせてもらう。おい待て、変な感じに撮るんじゃない。着いたぞ。ここ自分の引き取った少女ん。そして稲規模で言うとあんたそのやさ。そして私はほところで、もしいつか忘れないでくれ。私はあんたみたいな。さ、そろそろ本題に入ろうか。時間を無駄にするな。で、じゃあこうか。取れたか？おかしくないか？見せてみろ。
よ。当たり前だ。さ、早く。うん、なるほど。先生、南十字のため写真の授業をしてくれて感謝する。船長として私はとても満足しているぞ。そして今、船長の名のもとにこの写真を徴収する。今後新人を採用する際の宣伝のためにな。ということで、この写真は遠慮なくいただくぞ。問題ないだろう。ふっはっはっは。